はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、もう夕方になっちゃいました。一日が早いね。あっという間に一日終わっちまう。とりあえず動画今日1本上げてたんですけど、もう1本上げてから帰りたいなと思ってさ、まあこの LS、 こちらのこれこの間オークションの方から、仕入れの方やってたんですけれども、ピースで、私の大好きなセダン、最高だね。乗り心地最高ですね。本当にいい車だ。これ仕入れの方ね、やってみました。これね、残念なことにね、でもボンネットがここちょっとへこんじゃってんのね。これほんで、これパールだったから板金塗装でやってるよりもボンネット交換しちゃおうかなと思って、今ボンネットの方中古パーツでね、状態良さそうなやつあったんで、そちらの方今頼んでるところでございますね。ボンネットの中古パーツの方今ね頼んで取り寄せしてるところでございます。とりあえずね、交換の方をすればとりあえずバッチリだね。いい車だ。乗った感じも非常にいいんで、室内がただベージュ系統のやつだったから若干黒ずみ、もう鍵ちょっと閉まっちゃってんだよなまあご紹介動画をね、ボンネットの方交換してから改めて撮ろうかなと思うんですけど、若干黒ずみ安いかなって感じだね。でも綺麗だったような気がするな。まあどうしても、このベージュ系の12インチどうしてもね、若干まあほんなにひどいことはなかったけども、ちょっと黒ずみが出ちゃってましたね。一応ね、ちょっとパーツが間に合わなくてさ、本当はボンネット交換してから、グー鑑定、中古車鑑定書っていうのを、鑑定してもらう予定ではいたんですけども、ちょっと間に合わなくて、明日ピースで月1で鑑定書を作ってもらうのに1台ずつ、プロの鑑定士さんに見てもらうんですけども、明日こちらの LS の方も、鑑定書を作ってもらおうかなと思っておりました。グーの方のグー鑑定、明日の夕方には鑑定書の方も出来上がってますね。ちなみにこちらのプリウスも、これ今日ね動画もう1本上げてたんですけども、そっちの方でちょっと試運転動画とか撮ったりしてたプリウスね、これも明日の夕方には鑑定書の方ができてる予定ですね。はい、本当はさっきのねボンネット交換してからの方が良かったんだけどね、まあまあしょうがないな。とりあえず、今回鑑定書1回やってもらって、ほんでまあ来月月1回に来てもらってるんで、来月、もう1回ボンネット交換してから鑑定書をもう1回取り直ししようかなとか、まあ、どうすっかなと思ってるんだけど、鑑定書もね維持体取るのにやっぱりいくらとお金かかっちゃうから、あんまりねこうむやみにポンポン飛んのもね考えようなんでまあとりあえずどうしてもちょっと鑑定書上だとボンネットにちょっとへこみが出ちゃうんですけども、でも交換の予定ですね。ほんであとは昨日ね、オークションの方がありました。それで私現場の方には行ってないんですけど、ネットの方から入札の方入れてまして、2台だけ買いました買えなかったね。ちょっと昨日のは値段がちょっと折り合いが合わなかったなーって感じで、でも2台どれだけかな、まあもう出雲通りだけどね、エッセとライフが買ったのね、こちらのエッセこれね、もう出雲通りあとライフの2台が買ったの。なかなかねちょっとオークションの方ちょっと値段の折り合いが難しかったな今回はなーって感じですね。でも今週もまた買い付けね、オークション毎週明日も茨城の方のオークションもあったんで、ちょっと見てみたいなと思ってはいるんですけど、値段さえ合えばね仕入れの方したくているんですよね。やっぱね中古車注文販売でうちやってるような車屋じゃないんで、こうやって店頭の方にね並べながらお客様に来ていただいて見てもらった時に、こんなのありますよなんてね見てもらいながら販売させてもらってる車屋なんでね、やっぱ在庫ないことにはね、商売にならないんで、値段の折り合いさえ合えば仕入れの方いろいろしてみたいなと思ってはいるんですよね。あと今日車検の方に行ってきた車2台ほど車検行ってもらったんで、こちらの EK ワゴンこれね、こんなのも今日仕上がりました。まあ明日には外装内装仕上げて店頭の方にネット出しもできる予定ですね、 EK ワゴン。はい、あとはこっちのタントエグゼ、これいいね。あんまりピースで入ってきてなかった最近まで。ここ最近ちょこちょここのタントも入荷してます。エグゼいいよね。9万キロ24年式のタントエグゼノーマルだね。カスタムじゃなくてノーマルのちゃんとエグゼ。こんなのも入荷しています。ナビ付き。良さそう。まあ、明日ね、内装外装仕上げて、ネットの方と店頭の方に出す予定ですね。こんな感じかね。まあ、こんな感じで。あとね、ピースで、ちょっと私オリジナルのグッズの方、今回また夏用のやつ作ってみたんで、ちょっとそれ撮ってみようと思います。じゃーん。ピースチャンネルの T シャツ。これ作りました。これピースの、自社ホームページ、ピースの自社ホームページのグッズっていう風なとこあるんですけども、そこから、注文の方がクレジットカード払いとかもできるように今回ね、うちの嫁さんがなんかこううまくやってくれてできるようになりました。あとこれポロシャツ、こんなのも今回作ってみました。で前々から、うちの方で、ね、よく切手動画でやらせてもらってた。前々からね、うちでよく動画の方で撮らせてもらってた、これバスタオルなんですけども、こんなのも、そのピースの自社ホームページの、グッズっていうとこから買えるようにってことでね、ぜひぜひね、気になる方見てもらえればなと思います。ちょっと一回そこ撮ってみようかな。はい、これがね、ピースの自社ホームページになります。これね、俺の友達でさ、パソコンのやつ、いろいろこう、強い人がいてさ、うちのこのネットのこのホームページなんかも作ってもらったんだけど、まあね、定期的にいろいろ相談させてもらいながらやったんだけど、そこでホームページ作ってもらったね。本当に自分じゃ作らんに俺まあほんでこれがピースの自社ホームページなんだけど、でこっからこのピースグッズってとこあって、ちょっとねサイトが飛ぶんですよ。でここからオリジナルのうちの方で今回作ってた T シャツとか注文の方ができるように2500円から販売してますね。はい、T シャツポロシャツともに2500円、まあ、あと1万円以上ご購入で配送料無料ということで、これやらせてもらったりね、やってます。ぜひね、ピースのグッズ気になる方いればね、ピースの自社ホームページから、自社ホームページ、これね、これが自社ホームページ、ここからピースグッズで注文の方できるようになっております。ぜひぜひね、気になる方いれば見てもらえればと思います。はい、それとですね、明日今ちょっとこう映してはいるんですけども、これ軽自動車の中古のタイヤ、中古のアルミセット、ピースの方で今1万1000円でね販売してます。この中古のタイヤホイールセットってやつ、こいつを明日ね、ピースの方でいつもお願いしている、解体屋さんの方があるんですけども、そちらの方で、アルミホイールを譲ってもらってるんですよ、ね、ピースでいつもねアルミホイール中古のやつを譲ってもらってる解体屋さんが、ね、いるんですけれども、そちらの解体屋さんの方から明日またドカッとね中古のアルミの方、ピースに譲ってもらう予定になってます。軽自動車のしかないけどね、13インチと14インチ、まあ、この映してるようなこんなような感じのやつなんで、ほんで明日ドカーッと何セットくんのかな、30セットが50セットぐらい持ってきてくれるってお話だったんで、何セットあんだか私もねちゃんとちょっとこう把握はしてなかったんですけども、トラックに使えるだけってことで積んできてくれるみたいでね、ここら辺にもう開けといたんですけど、ドカッと入れてもらう予定です。ほんでこのまんま先ほどのね中古のタイヤホイールセットみたいにそのまま再販売が効きそうなやつは掃除の方して、空気の点検とかして掃除の方して、店頭の方に出していく予定。ほんで、はい、タイヤの方が再利用できなさそうなね、タイヤの山がないなーっていうやつは新品のタイヤくっつけさせてもらって、ピースでさ、いつも言ってるんですけども、軽自動車ご制約いただいた時に新品のタイヤもワンセットつけさせてもらってね、販売の方やらせてもらってます。まあ例えばだけどこれダイハツのミライスじゃなくてトヨタのピクシスエポックっつうの、これ例えばだけどね、車体価格これ19万円で、ピース車検消費用込み込み26万円で保証付き販売ってことでやってるんですけども、まあ新品のタイヤの方もワンセット付けさせてもらって、あとは福島県内、宮城県内のお客様納車費用まで込みにして、であとは、エンジンミッション1ヶ月または1000キロ保証も付けさせてもらって、だね言ったね、タイヤと陸送と保証の方かつけたねまで全部込み込みにして、乗り出し価格26万円で販売してますっていう風なやり方でピースやってるんですけども、まあその時にそのサービスタイヤ、は新品のやつ付けさせてもらうんですけど、ホイールの方はね、その解体屋さんの方から譲ってもらってる中古のアルミホイール、まああんまりそのボロボロって映像はないんで、一応解体屋さんの方でもそのなんつうの売り物になりそうなやつを弾いといてくれて、そいつをねうちの方に譲ってくれてるんですけれども、まあそういうのをこううまく利用しながらね、うちの方ではこの中古車販売っていうものをやらせてもらってます。だからね、このアルミホイールもこうやってさ、うちでもねこの辺在庫あるけどさ、これなかなかねその自分で集めようと思っても正直集まんないです。うん、やっぱり解体屋さんとかにこうやってね譲ってもらわないと入ってこないよね地元の買い取りだけとかじゃ、まあ、まず無理だし、うんだよね。だからっつってさ、こういうのじゃ仕入れどっからするのって言うとないんだよね、仕入れ先って。だからねこうやってねよくお付き合いさせてもらっててね、本当にね助かってますよ。本当にピースの動画もねちょこちょこ見てくださってるみたいでさ本当にありがたいです。まあ一応ね明日またその、アルミホイール入荷した時のね、またどんなの入ったかちょっと動画の方も撮ってみたいなと思ってますんで、まあタイヤのことでもね車のことでもちょっと今回グッズのちょっとご紹介もちょっと入れさせてもらったんですけども、ピースねいろんなことやりたいなと思ってます。まあ私のできることね、やっぱりねこう商売やっててね、やっぱこうなんだろうな、こう楽しくやりてんだよね。いろいろ自分のできることいろんなことやりたくてさね、ほんとだからなんだろうな、グッズなんかもだけどね、本当にいろんなことやってみたいなと思ってやってますね。ただ面白いね、本当に毎日がね面白いですね。本当に難しいこともいっぱいあるけど、もう車がどんどん進化していくからさ、ハイブリッドカーとかもほうだけどね、バッテリーのねなんだ耐久性だったりとかもちょっとこう心配になりながら今回仕入れとかしたりさ、なんかこう日々ねいろんなことこう勉強しなきゃなと思いながらね、本当に難しいんだけどまたこれが面白いね。まあなんせこんな感じでね、今日はこの動画1本、最後ね、アップの方してから帰ろうと思います。また定価格車専門店ピース、車のことでもタイヤのことでも何かございましたらご相談の方よろしくお願いいたします。バイバイ。